こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ある男性が五輪反対デモに金をもらい動員されたと裏付けのないまま不適切な字幕をつけていた問題についてです。 NHK 密着番組で不適切字幕、川瀬監督がコメント、残念でなりません。東京五輪の公式記録映画の監督を務める川瀬直美さんに NHK が密着取材した番組中、ある男性が五輪反対デモに金をもらい動員されたと裏付けのないまま不適切な字幕をつけていた問題について、川瀬さんは本当に残念でなりませんとのコメントを発表した。川瀬さんは本番組においては、私は非取材者の一人ですので事前に内容を把握することは不可能ですと説明、自身の記録映画の取材においては当該男性からお金を取って五輪反対デモに参加する予定があるという話が出たことはありませんとした。番組は昨年10月に放送された BS ファンスペシャル、川瀬直美が見つめた東京五輪。NHK は1月9日、当該人物の五輪反対デモ参加を確認しておらず、NHK 側の思い込みで字幕をつけ放送していたと発表。川瀬さん側に謝罪し、放送でも謝罪した。引用はザクザクからでしたが、NHK 側の思い込みで字幕をつけるんだと論外でしょう。こういった問題、NHK 過去にもあるのではないか。しっかりと検証していただきたい。捏造報道は絶対に許されません。そしてこのような思い込みで報道されること自体許してはいけません。しかし東京五輪オリパラ、あれだけ反対活動を行っていた方々、北京冬季五輪については反対運動をなさっていないようですが、東京はダメで北京は良いのでしょうか。そしてお金を受け取って五輪反対デモに参加する予定がある、これは NHK の思い込みだったとのことですが、沖縄県の辺野古移設問題、あの反対デモでは高齢者がお金をもらいデモに参加した事実があちこちで露呈しています。そういったことを考えれば、東京五輪オリパラ反対デモに参加していた方々の一部としておきましょう。 NHK の思い込みだったとはいえ、お金をもらいデモに参加した方々もいたのではないかといった思いも出てきます。それにしてもあれだけ東京五輪オリパラに反対してきた蓮舫さんたち、北京冬季五輪については声を上げていないようですが、どうしちゃったんでしょうか。そして蓮舫さんにおいては、チューズライフプロジェクトへの立憲民主党資金提供問題や泉健太代表の憲法改正への牽制している問題には一向に触れようともしていません。他のことには重箱の隅をつつくように非難するのに、このような問題には触れようとしない蓮舫さん、だから非難されると思いますが、まあそれだけが原因ではないでしょうが。それではこの記事へのネットの反応を少しご紹介します。え、時給1000円弁当付きじゃなかったの。 NHK 字幕が本当ならいい稼ぎになるね。なんといっても地震のインド語の NHK 様だからね。よくまあこんなレベルで金取るわ、怒りということです。さらに NHK は責任者も出てきて謝罪しろよ。 NHK は国民からお金を巻き上げている以上、ニュースソースがしっかりとした公明正大な放送する義務があるだろう。だから内輪でごめんなさいじゃ済まされない、重い処罰があってしかりだ。さらには番組で紹介したある男性が金をもらいデモに参加した裏付けがなかったことと、反日反五輪勢力が東京五輪潰しを目論んで金で人を集めしていなかったかどうかとは全く別の問題である、反日メディアの印象操作に惑わされないようになど意見も寄せられています。ご視聴いただきました方々はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。